これ。ほうほう、あ、でも残ってる。犬歯は残ってる。綺麗。もう食べてくるんですよね。歯磨きにならない。食べたい。そう。ですけど歯がない子も、はい、長い歯毛足の歯ブラシでちょっと歯ぐきをマッサージするイメージで。歯ぐきはマッサージした方がいいんですか？そうなんですよ、歯がなくても。そうなんです。私この前歯医者、人間の歯医者の先生とお話ししてて、はい、年取ってきたら唾液って粘つくよねみたいな話になったんです。はい、でやっぱり人間もそうだし犬もやっぱ若干そうじゃないかなって思って。でその時どうやって人間の方は指導するんですかって聞いたら、この辺り唾液腺があるところへをこう揉んだらいいって言ってるんですって言われたから、じゃあワンコもここら辺揉んだらいいのかなと思って、それと合わせて歯ブラシでマッサージしてます。もう本当に歯のケアじゃなくてお口のケアがいるんですね。そうですね、もう食べてる。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市山越6丁目のトリミングサロンドッグディーバ一色あずさ店長の猫ちゃんの歯とそのケアについて詳しくお届けします。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫ワンを応援しています。猫ワンナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。やってきたのは松山市山越6丁目。ドラッグストアやコンビニなど便利なエリア。ここにあるのがトリミングサロンドッグディーバ。いつもワンちゃんたちの可愛い鳴き声が聞こえます。色がついてる。そうですそうです、ハートに。うわ、座ってみて座ってみて。でもしオレンジっぽい色。そう、赤入れたんですけどね、多分この子がレッドで黄身が強いんで。なるほど、こんなことができるんですね。そんな一色店長が8年前に保護したのが猫のマンナちゃん。マンザルでもないですね。好きなのね。好きなのね。ね、ワンちゃんお腹好きなんで。あ、そうなの。あの猫ちゃんのマンナちゃん、はい、何歳になりましたか？マンナは8歳になりました。8歳、はい、大きくなって。ワンちゃん、田んぼで見つ
かったんでしたっけ。あ、そうですそうです、ね、裏の田んぼで、あれから8年あれから8年どうですか、何か体に異変が起こったそうですけど、うん、あ、そうなんですよ、猫なんでほったらかしにしてたんです。猫なんでほったらかしっていうのは私犬しか飼ってなくってずっと。そうでしょうね、そうなんです、そうでしょうね、猫の勉強してないんですね、うん、で、まあ、突如現れたにゃんこを引き取って育ててたんですけど、まあ、ある程度のことはネットに書いてるじゃないですか、うんうん、けどまさかあの虫歯になるとか歯周病になるとは知らずに、まあ、猫は歯磨きしなくていいんやろうなって、まあ、毛づくろいも自分でするし、うん、って思ってたらある日なんかこう顔をこう触ったらあーって言って痛がったんですよ、そうなんです。で、え、何やろうと思っていろいろ見たらちょっとこの鼻のところが若干片っぽ膨れてて、えってなって口めくったらもう結構この犬歯のところこうなんていうか歯茎が痩せてるっていうんですかね、歯が出てるというかちょっとグラグラしてそうな感じで、まあ、全然触らせてくれないんで、まあ、病院に連れて行ったら同じようにその下顎の方のところもちょっとグラ、もうそっちの方がすごいひどいよって言われて先日歯科処置させてもらいました。先生は 何だとおっしゃったんですか。先生、まあ、あの歯周病だねっていう話だったんですけど、はい、なんか出てくる、あ、これ、はい、あの病院でもらってきたものなんですけど、何ですか。わ、歯の、そうなんです、今回抜いたとこが多分この赤いもので、はい、この黒いのなかったみたいなんです、もともとで、この下のその抜いたとこですね、この、はい、ここのところがなんか吸収病巣っていうやつやったらしくって、はい、でも私が初めに見つけたのは、うん、この抜歯した犬歯の下側にあったこの一番、ここが一番グラグラしてるかなっていうとこだったんですけど、ここはもう溶けてなくなってたみたいなんです、そうで、え、うん、ってなって私も知らなかったんで、もう亡くなってるっていうのは、はい、で、まあ、先生に聞いたら、うん、下顎の左右対称に悪くなることが多いらしくって、はい、一番ひどかったこっちの方はもう亡くなってました、うん、溶けてで、こっちは残ってたんですけど、あのもう本当にグラグラで、はい、なんか分裂してたよって言って、これがその抜いてもらった下の歯の、はい、まあ、吸収病巣ってやつみたいです。ちっちゃいですね。そうなんですよ、うんうん、あとは犬歯が、うんうん、あ、綺麗に見えますけど、そうなんです、やっぱこの根元がそうですね、歯石がびっしり、そうなんです、でなんか歯茎がこう、はいはい、交代してる、ね、そうですね、あら、だったみたいです。これは抜いたんですか。そうですね、抜歯して見せていいんですか、ね、いいです、いいです、これ全身麻酔ですよね。そうですね、へー、そうだったんですか。じゃあまずその痛がったのが発見のきっかけ、うん、あ、そうですね、あのいつも必要に私がこう触るのでそれで分かったんだと思います。はい、で鼻が膨らんでるって、うんうんうん、それは何なんですか。それはその犬歯のところの菌がこう、うん、皮膚なんていうんですかね、入って膨らんでた、可能してる、あ、そうそうです、可能してた、なので今はもう全然綺麗になってます。顔も変わりました。そうですね、まあ、そんなにあの本当に見比べたら膨れてるぐらいだったんでそこまでではなかったんですけど、まあ、今見ても、うん、マシになったかなみたいな、まんちゃん、うん、そうですか。あの診察の流れってどんな感じだったんですか。連れてって、そうですね、初め、まあ、あの異変があった時連れてって、はい、そしたら、まあ、ここだねっていう話になったので、あの
手術日の予約をして、改めてまた手術に来てくださいと、ね、はい、まあ、全身麻酔になるのでリスクがあるので、その前に手術の前に、うん、あの全身検査、そうです、血液検査とかしてもらって、はい、まあ、その麻酔に耐えられるかどうかを調べていただいて、はい、OK だったんで手術しました。へー、手術する日は、うん、預けてという。そうですね、朝連れ、ご飯抜いて連れて行って。朝ご飯を抜くんですか。はい、朝ご飯、夜、前の日あ、そう、前の日の夜ご飯は食べさせて OK なんで、朝ご飯から抜いて、で、あの、連れて行きました。へー、で、夕方また迎えに。そうですね、夕方6時頃に迎えに行ったら、うん、まあ、ちょっとまだフラフラしてるけど、もう麻酔は取れてるような状況でした。そこからはまた定期的に来なさいみたいな感じなんですか。この子の場合は、うん、その検診抜いたところは、うん、こう溶ける糸で縫合してもらってるみたいなんですけど、うん、まあ、溶けるので、まあ、特にあの大丈夫よということで、うん、はい、あの行ってないです。何かこう今回のね、はい、歯の事件、うん、事件歯事件があってから、うん、ケアの仕方変えたとか何かあるんですか。そうですね、まあ、歯磨きは、まあ、本当にちょっとしかしたことなかったので、まあ、毎日あの歯ブラシを本当当てたいんですけど、まあ、嫌がるので、うん、歯磨きのペーストをこうちょっと塗ったりとかしようかなと今やってます。これです、歯ブラ、歯磨きのこれはペースト。うち初めて、おしゃれな、なんかねえですよね。うちはこのオーラバイオシリーズを取り扱ってるので。へえ、外国っぽいですけどね。え、日本の企業です。そうです。ちょっと見せてもらっていいですか、はい、へえ、これは猫用ですか。これはワンちゃんも猫も両方いけるはずです。どうやって使うかんだろう。これは猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは、猫ワンを応援しています。猫ワン歯ブラシと、歯ブラシでやっちゃう。そうなんです、こういうちゃんとした歯ブラシ、これ1センチ2センチぐらいですか。うんですね、うん、大きさはね、いろいろこのメーカーあるので、めちゃくちゃ、はい、綿棒ぐらいちっちゃいヘッドのものもあります。あの歯、あのなんですか、ブラシが短いのが特徴ですかね、はい、これはね、中ぐらいのサイズになってて、はい、もうちょっと短いのもありますし、もうちょっと長いのもありまして、はい、短い方があの腰があるので、よくしっかり磨ける。へで、長いと柔らかいので、まあ、優しく磨けるっていう感じになってます。なるほど、はい、はい、これは動物用なんですね。そうですね、ワンちゃん猫ちゃん用になってます。はい、でこちらを、はい、とこれペースト、さっきの箱の中身です、はいはい、普通のチューブとかじゃないですね。そうなんです、液と乳液タイプ、になってます。それじゃあ振って使うみたいな。そうです、軽く振って、はい、ちょっとビッティが座ってもらって、この小皿に出して使います、うん、シュッシュッと。そうです、あ、もうなめる好きなんですこれ。ちょっとこれ匂っていいですか。あ、匂ってください。失礼します、白い液体。
何にも匂わない。匂わないですよね。何にも匂わない。無臭だ。なんですけど、ワンコにはなんかビーフ味って書いてるんで、美味しいらしいんです。全然ビーフだ。そう、でもこれ舐めようとする。不思議。ちょっと歯磨きするんで待ってね。美味しいの？美味しいね。味見どう？美味しい。なかなかいける。うん。なんかこの乳液タイプのが、口にこうちょっと入れるだけでも広がってくれるので、全体に。そうなんです。ペースト状よりいいみたいです。何かいい効果があるんですか？舐めるだけでも、ね、なんか4種類の酵素が入ってるみたいで、へー、そうなんです。知らんかった、ね、こんな味あるんですか？味ね。でこれを歯ブラシにつけて、はい、はいはいはい、で口をめくって歯磨きしてます、はい、優しく。こんなにやらしてくれます？あのうちお客さんで歯磨きしてもらってる子結構いるんですけど、はい、すっごくお利口です。ほんと美味しいからな、はい、そうですね。自分でも舐めてますよね。そうなんです。でまあ磨いたらちょっとぬめりとか歯垢がついたりするので、こう水ちょっとコップみたいなのに水溜めてもらってちょっとゆすいたりとかして、でもう一回つけて、でまた歯磨き、違う部分の歯磨き、全然嫌がってないんですけど。でもね、あのお家だったらできないっていう子は結構いるみたいで、お母さんだったら嫌でしない、うんうん、お店だったら喜んで、そうみんなお利口さんにしてくれるんですけど、多分まあ緊張もしてるしねえ、思ったら怖い思ったら怖い奥歯まで、そうなんです、奥の奥までこう優しく、本当に軽くブラッシングしてます。ゴシゴシはやっぱ歯ぐき痛めるとダメなので、力は入れない、入れないです。人間と一緒ですよね。力入れちゃいがちですけどね。入れないんですね。唇めくってこうやって、めくって、はい、奥の奥まで。舐めてますもんね。そうなんです。こんな匂いもないもの。そう美味しいらしいですよ。美味しい、うん、美味しいね。そうなんです。これをまあ下の歯もできたら、うんうん、まあこうちょっと口めくって。こうやって下が見えますかね。なんとなくね、磨いていったりしてます。最初からできました、うん、やっぱり嫌がりました。慣れないのでなんですけど、本当慣れない子はこう歯ブラシをこう当てるだけとか、当てるだけ、うん、もうこれだけをもう毎日ちょっとずつ続けていったりとか、はい、まあ、舐めさすとか、口に入れる指をこう触ってこう入れてみるとか、ちょっとずつ段階踏みながらやってます。ちょっとずつ、ちょっとずつですね。そうなんです。もう毎日、はい、本当は多分ね、人間みたいに3回とか磨いたらいいと思うんですけど、まあ、お忙しいと思うんで皆さん、はい、だいたいもう1日1回は、うん、もう口の中見てあげる、まずは見てあげるっていうのをこうなんか目標にしてやってます。まず見てあげる。そうなんです。こんなんなったら獣医さんとこ行った方がいいよっていうのもありますか？もうなんかいろんな歯磨き、今歯磨きの結構勉強されてる方多くって、先生が私たちとかも飼い主さんも、はいはい、インスタとかね、SNS でもすごい情報あふれてるので、まあ、いろんな多分方の言い分があるんですけど、私が一個聞いてああと思ったのは、はい、歯石がついていても、うん、この歯茎の状態とかこの歯の状態が大丈夫ならそこまで気にすることはないと。でもまあびっしりついてる時はまあ別の話ですけど、軽くついてて歯も揺れてないとか、歯茎もしっかりピンク色というかね、綺麗な歯茎だったら、まあ、歯磨きを一生懸命こう頑張ってあげると歯槽膿漏にはならないのじゃないかという考えは、なるほどなっていうふうに腑に落ちました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、
量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるペローグループ。歯のケアって大事だなって思われますか？あ、大事ですね。でなんかあの菌がなんか口の中からこう体に入り込んで、なんか心疾患になるとか、心臓がそうとか脳のなんかとか、いろいろまあ人間でも今聞くので、言われてますよね。そうですね。なんでそこもあるし、入り口としてあのいいかなって思います。ワンちゃんだったら、歯どのようにして見ていったらいいか、ちょっと見せてもらって。見ていったらいいか。どうやって見るの？どうやって？ペロンとめくるんですか？あ、そうですね。この唇をこう持ってめくってもらうと、もうこの子も歯石ついてるんであれですけど、ほう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 、めくって見て、ね、で奥の方とか、あ、奥の方、そうですね、このなんていうか唇の端、唇の端、はい、このあたり持ってこう引っ張ってもらったりとか、ほうほうほう、そうですね、うん、歯を見るだけじゃなくて、だけじゃない、できたらこの口全体、この口の内側とか、内側、そう、こういうとこですね、見れたらいいかなと思います、うん、であのうちで歯磨きしてもらってる子で、こうやって歯磨きするとき私がこうやってめくるんで、やっぱ見るんですよ、ここら辺とか、したらここになんかあって、何かが、そう、何かができ、そういう物ができてたんです。でと思って、うん、お母さんに言って、まあ、病院連れてってくれたら、はあ、悪性のものやったんで、腫瘍みたいな、そうなんです、で、それ取れて、でも本当命拾いしたよって言ってくれたりとか、そうなんです、あるんで、私知らなかったんですけど、うん、これトリミングサロンに来て、うん、歯まで磨いてくれるんですか？あのそれが、はあ、本当この10年ぐらいやと思います。変化してるんですね。そうですね。なんです、あのですけど、あの歯石取りに関しては、はい、あの獣医師の免許を持ってる先生しかできないので、うんうんうん、うちはもう本当でもお恥ずかしながらオープン当初はちょっとやってみたりしたこともあったんですよ、ですけどやっぱりどう考えても危ないんです、はい、危ない、そう、あのこの歯茎傷つけたり、やっぱり、まあ、歯石取りはね、そうですね、うんうん、なんでもう早々にやめたんですけど、ちゃんと麻酔してやった方がワンちゃんのためにもいいって聞きま す、 そうですね。やっぱりその菌もやっぱり麻酔してなかったら飲み込んじゃうんで、あ、そうだ、そう、吐き出すって犬できないので、ええ、なので、まあ、それも考えて、うん、もう今はもう一切そういう歯石取りはしないって決めてます。歯磨きは、歯磨きはします、予防なので。すごい頼りにしてますよ。よかったです。歯磨きできない人多いと思うんですよね。そうなんですよ。なので、まあ、うちで歯磨きは、はい、前までは歯ブラシを置いてもらって、その歯磨き、歯ブラシでこう毎回歯磨きしてたんですけど、それをやめて、やめて、はい、だいたい皆さん1ヶ月に1回来てくれるのでトリミングに、はい、なので毎回歯ブラシを買ってもらって、うんうんうん、歯磨きしてもらって、はい、それを持って帰ってお家でもしてもらおうっていう風にちょっと変えました。その歯磨きの仕方を教えてくださいっていう人多いんじゃないですか？そうですね、あのそれをしていただいてる方には、うん、まあ、私が作ったあの動画があって、本当にそれはもうあのそのお客様に向けた動画、でこういうコツだったりとか、そういうのもお伝えしてる動画を LINE で送らせてもらってます。見てーです。でもやあれはちょっと見せるかもしれない。あれは見せるってなんか怪しい動画じゃないんですか？いやいやいや、いや、まあでも本当はそういうあの来ていただいてる方に向けての限定サービスをしています。見たいです。いや今見てやったようなことです。そうなん
なんですよ。ちっちゃい頃からちょっとでも触るっていう癖をつけるっていうのは大事かなと思ってお客さんにもおすすめしてます。Google のモップの口コミすごいですね。ありがとうございます。ワンちゃんよく触って見てくれるってめちゃくちゃ書いてありますよ。嬉しい。そうです ね触ることって大事ですね。そうですね、まあ、トリマーにしかできないと思ってて、うん、もちろん飼い主さん触ることできるんですけど、うん、シャンプーして濡れて、うん、その後こうドライヤーとか風当てるじゃないですか、うん、あの時に結構皮膚を見るんです。私たちが見える風を当てるのでこうモコモコの状態でもこう毛が割れて皮膚が見えてくるんですよ、うん、そう、その状態の皮膚を見たりして異変を見つけることは多いです。飼い主が見る皮膚とはちょっと違うんですね。そうですね、やっぱり風当てないとやっぱこの中でいくらこうやってめくってやっても見えなかったりすることあるので、うんうん、風当ててビューって開いたところを見るんですね。そうですね、それで皮膚の変化とか、前回ここになかったイボができてるなとか、あのこの傷なんやろうとかっていうのはあります。早期発見につながってますね。そうですね、ほんとね、定期的に来ていただきたい皆さんには。どれくらいの頻度でトリミングっていけばいいんですか。だいたいプードルの子だったら、まあ、2週間から10日10日から2週間ぐらいで一度シャンプーを挟んでいただきたくって、で、まあ、カットは1ヶ月に1回ぐらいでもいいので、はい、なんでしてほしいです。ですね。まだまだ暑い時期が続きますんでね。あ、そうです、そうです、そうです。ワンちゃん的にもシャンプーした方が、健康の面でもやっぱいいんですか。そうですね、あの皮膚が悪い子、まあ、皮膚病になる子って結構いると思うんですけど、あの皮膚科の先生にお伺いしたら、まあ、ほんとひどい子だったらもう毎日シャンプーしてもいいぐらいって言われてる、そう、ただそんな保湿したりとか、まあ、コツはいっぱいありますけど、そうなんです。不思議やな。で、はい、ワンちゃんはできるけどマンナちゃんの歯のケアは病院の先生に相談して、なんかサプリとかも病院であるみたいで、とかあの、フード、歯に特化したフードがあるみたいで、サンプルいただいてちょっと試そうかなって思ってます。そうなんだ。本当はちゃんとこうこの子たちみたいにブラシを当てたいけどできるのかな。10歳から始めるのはなかなか抵抗が ね、なのでもう難しいだろうから、そういうちょっとアイテムに頼ろうかなと思ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン
猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。